はい、こちらライジング、フリーダムガンダム制作編でございまして、先ほど失礼しまして、こちら F15 はい、はめまして、隙間のあるお腹がなくなりました。もうかなんね、バラしてまた組み立てるのはまた、まあね、でこんな感じです。頭つけると、はい、ちょっと良さそうな感じになってくるでしょこれ、うん、久しぶりやなと思いながら、バンダイのプラモデルね、ちょっと頑張ってますよっていうようなところが見えるかなっていうところで、次はね、実は腕なんですよ。ページめくります。パーツ切り出すやつがあるんですよね。次は腕ですよ。腕、いよいよこの腕がここね、 B1、B2 っていうのが都合上ついてますけども、あのこれは白いパーツですね。白パーツに D の、グレーのパーツをはめまして、で次がここなんですよ。C の15、14が、A1 赤色挟んでなんですけどね、なんかイメージがつかみにくいんですけどね、これがそうなんですよ。これがあの赤色挟んだ、C の15上、C の14が下、C の14はこの丸い回転軸やな、ついたやつで、上はカバーだけ。けどね、このパーツもなぜかね、あの綺麗に切り出した後、あのペーパーやっぱかけてあげないと、やっぱこの、ね、ザラザラなんですよ。このここの面が、ここのね縁がザラザラっとなったような仕組みになってまして、でこれがあったやつ、ここにこれやねんけどね、でこれにこれを挟むわけなんですよ。このD の18を挟んだパーツで、これがね、なんとここがね、やっぱり硬い、プラスチック硬いんですけど、ここはねうまく考えてあって、このまあまあ溝があるんですけど、一番上まで通ってないんですよ。一番上までこの溝が、まあ後で見えなくなるんですけど、これがね上まで行けへんのが、なんかちょっとストレスあんなみたいな感じなんでね、これはちょっと一番上のね、一番てっぺんだけそのまま貫通させたんですけどね、ナイフで切り取って、まあまあ別にここは見え、ほとんど見えないとかがいいんですけど、これとこれを、これがここなんですよ。これこうね、でこれがここで挟み込んで、これで挟み込んで、で上からこのグレーパーツをバスッとかぶせるんですけどね、かぶせたらどうなるのか、実はこんな感じになります。これもやっぱりね、このライジングフリーダムやったかな、ライジングフリーダムはこのパーツ、ここやな、この C の6と7のパーツがやっぱりね、ここの縁から、縁から面やな、ここ面を、縁から順番に面を取っていって、この上まで全部やな、でここも面取って、面をね綺麗に取ってあげないと、後でねすごいね、違和感を多分覚える部分ではある。でこれがちなみに綺麗に面を取って、これもそうやねん、 F の、10かも綺麗に面を取ってやって、上からガボッとかぶせると、まあ、ほとんど、パーティングラインが見えない仕様になってます。これほら、ただここはさっきのこの部分と一緒で、まあ、モールドが入ってるんで、墨入れでも後でしたら、なんとか、ごまかしが効く部分ではある。でこれが多少動くんですよ。で中の赤いやつがこれ、さっきのこれやな、A の1なんですよ、ここね。だからここのところにこうやって横になった時に、ここの縁やな、この大きい縁、中のところも縁まで全部きれいにペーパーをかけてあげないと、やっぱり後で目立つ部分ではある。
これね、これ、これが肩で、次がここ、このね二重関節はおかげさまでやねんけど、あのバンダイ得意の二重関節に、白いパーツをはめる、これね。でそれが上腕で、ここが腕部分で、この腕の先やな、手首つける手前のところがこの C パーツ、これが青色、青色で、この A さんだけが赤色なんですよね。でこの D パーツがグレーなんで、こんな感じなのかな、ここのこの部分です、この部分、青いとこね、赤いマークがついてるところで、このグレーがあって手首がつくというようなシステムにどうなってるみたいですよ、これ。はい、で次のページ行きます。でこれがね、こうやって肩で、さっきの白い、バンダイ得意の二重関節に、手首のとこ、なんかね、このねデザインはウィングガンダムやったかな、ウィングガンダムゼロカスタムやったかな、ウィングガンダムのゼロカスタムになんか見たような、手首のところの関節のそれやね、これ。でこれをね、それぞれのパーツがわざとこれは片一歩だけやったんですけどね。でこれと、あとちょっと待ってね、手首のところつけたやつがこんな感じなんですよ、これ。ここ外れます、ここはスポット外れますよ、白いとこと青いとこは。外してみよう、こんな感じです、ユニット構造で。これがさっき言ったとこね、こうこの曲がる手首ね、これポリキャップないのすっごい不安あんねんけどな、他のメーカーが進んでポリキャップつけていってる昨今ね、バンダイだけがポリキャップをなくしていってんのはね、非常に不安が残るところではある。これはだから一回取り付けた状態やから、まだ多少ね動きが硬い部分はあるんですけど、ガシガシ動かした時にこれが緩んできた時はどうすんのやろうみたいなところ、これね。でこれが手首のところ、はい、これね、上と下で、ここに赤いパーツを留めるんで、この赤のね、この A3 パーツも同じなんですよ。ここの縁全部きれいにした後、てっぺんのここのとこピーってまっすぐにすんのがね、やっぱこれしとかないと後々仕上がりに影響が出る。ここもそうやね、ほら二分割なってるでしょ、ここもきれいにしとかないと、水平線取っとかないと、内側もそうやで、この内側のここのこの部分をきれいに取っとかないと後々の仕上がりに影響が出る。でさらにこの D の19もほとんど見えないパーツではありながら、ここにゲート跡がある。だからきれいにしとかないと、こうちょっと色変わってるとこあるでしょ、これペーパーかけてもね、ゲートがここにあるからどうしてもこの色が出てしまうんやけど、っていうとこと、この手首ね、バンダイ得意のこの何、グレーの握り手に白い装甲パーツ、これね、ここはね、これから先やな、部品がね、武器を持たしたりした時にパーンって飛んでいくパーツやねんな、これこの手首は。だからね、これはもうつける時ははめるんじゃなくってね、流し込みかなんかで完全に固定しとかないと、後々このね外側の手の甲のパーツが、この手の甲パーツがね行方不明になるパターンやねこれこれね、オリジンガンダムの時もあってんな、これこんな手首やって、オリジンガンダムをね、気がついたらここの手首が飛んでいって、手の甲パーツがあれへんかって、手首だけになってね、こっち側のグレーの。だからここはもう止めといた方がいいやろな、この赤いパーツももしかしたらやけど止めた方がいいかもしれんですね。でこれをまあつけていくとやね、これちょっとフリーで止めれんのやったらはめてみようか、はめるとまあ腕が出来上がる。
この辺はね、まあ、あの本当にあのどのプラモデルやな、バンダイのどのプラモデル買ってもあの出来上がりみんな一緒みたいなね、この同じ関節軸やからねんな。こんな感じになるのかな、腕ここ片手やりにくいけどな、こんな感じで止めてしまうとこんな感じです。はい、これがライジングフリーダムの腕、これね、こんな感じです。で、腕はもうもちろんですけど、あのかなり曲がります、ほらこのぐらいまで、うん、まあそれが曲がったからどうやねんって言われたら、まあそこまでなんですけどこんな感じです。はい、ただね、あのこのここのね、走行パーツが大きいやつはね、回転する軸っていうのがほとんどない。ここね、あのボディがこの出っ張りのとこにはめ込むだけやからほとんど動かない、うん、思いのほかね。ただね、ちょっと僕も気に入ってんのが、こう水平に腕があったとしたら、あの人間により近いこの腕のね、ここのこのだらっとしたこの線がね、人間の腕のそれに近いんで、これはね、非常に、好感が持てる腕じゃないかなと思います。腕がね、あのゆっくりと下に降りてくるっていうのは、あの非常にいいんじゃないのかなと思います。これわざとね、こっち側ができてても、あの比較するためにこれわざとこっち側だるく置いてあるんですけどね、こんな感じになります。だからこういうとこやな、こっち側もそうですけど、あの面っていうのをきちっときれいに揃えてあげると、面をね揃えてあげたら、まあまあ特にストレスがなくなるっていうのは、見た目のね、ちょっとテカってるとことかテカってないとことか、ゲートの跡やな、ここら辺のゲートの跡なんかもきれいに処理してると、まあこの状態でも十分に干渉に耐えるというところですか真面目にやってるんですよ、一応好きか嫌いかじゃなくて真面目にやってるんですよ。時間だけすごい過ぎてるけどみたいなとこで、まあこれ右手にしましたから、次は左手、同じ作業、またこれ1時間ぐらいかかるんですよ。こうそうやねん、このパーツ1個だけで、このパーツ1個だけでも全部ほとんどペーパー、このはめるとこ以外全部ペーパーかけなあかんからね、ここ、ほら、こことか、ここもそれでほら、全部ペーパーかけていかなあかんね、テカってるとこ。あとあとの終わり、仕上がりに影響が出るからな、ここがほら。ほとんどのパーツにあれや、ペーパーかけていかなあかんね、水平取って。これね、ここにゲートの跡あるでしょ、ここにほら、ここね、ここにあんの嬉しいな、隠れるから。でこれが左右でこんな感じになるんでしょ、ほらほらね。まあこんなとこですかちょっとね、あの疲れてるんですよ今、うん、ちょっと休憩していこうかなと思って。僕ね、タバコとか吸わないんで、あのお酒もしないんでね、休憩言うてもね、あのここはまあ三毛猫スコティッシュしかいてないんですけど、今ストーブのところにおんねんな、寒いから。三毛猫スコティッシュが邪魔しないときは、まあ、ここ置いといても大丈夫やから、休憩言うて1階のね、フローリングの部屋あるんやんか、ここ1階のフローリングの部屋で、あのたくさんいてる猫と一緒にわーってやってるのがね、休憩になって、で、あの猫とわーってやってる間に、あのやる気テンションが充電して猫と戯れてる、いや、ストーブがめっちゃぬくい風が当たってるとこで、猫と戯れてる間に、あのやる気ゲージが上がってきて、でまた2階に上がってきて作業して、でまたあーってなったら、また下に降りてて猫と遊んで、あのやる気ゲージが上がってきてみたいなことをずっと繰り返すここの2階にいてる三毛猫スコティッシュはね、基本的にこのテーブルに上がりたいだけやねん、ここ。僕が何かしてんの、あの、嫌なんやろな。ここに寝ようとするから、こうやってわざとゲートとかを、枝置いといたらね、もう乗られへんの分かったら、あの、もうストーブのとこ寝てるんですけどね。ちょっと隙開けたら、もうここガーン詰めてくるやんか。ちょっと下でちょっと充電して、まあ作業は続けましょうということで。さっきのお詫びじゃないですけどね、これ。
腕だけつけてみようか、ここに。ライジングフリーダムガンダム。腕。つけたらどうなるのか。はい。こんな感じです。はい。こんな感じです。ほら。最近なんやろな、大阪行った時もよく言われるんですけどね。僕ちょっとまあ、最近プラモデルの色を使えない。ちょ筆がね、ちょっと綺麗に使えない。ちょっと腕がね、痛いとこがあるんですよ。ちょっとね、軟骨がすり減ってるとこがあって。で、ちょっと筆が使えないんですけどね。意外とね、ペーパーかけた、素体みたいな感じになってるやつがね、意外と好評で、素体やな、これ。だから色は入れへんねんけど、ペーパーだけかけて綺麗にしてんのがね、意外と好評、大阪でも。うん。で、リクエストがあんのが、ほとんどがガンダムやねんな。もうガンダム言えねんって言って。バンダイのプラモデルな、バンダイのプラモデル言えねんって言ってんねんけどね、こういうの見たいっていう人のほとんどが言うのがこのガンダムなんですよ。ああ、もっと違うやつやったらね、ええねんけど。で、これがバンダイじゃなかったら、結局、このガンダムじゃなかったら結局、バンダイの何々とかってなんねやん。でも、木を狙ってね、もっと違うやつだったらやってもいいよって言ったら、結局、マックスファクトリーか、で、あと何、ウェーブとかになんねん。で、僕は何でもやっていい、何でもやるんやったら、結局、タミヤとか、最近やったらスケールキットがすごく多くて、スケールキットの方がやっぱり、合ってんやろうな、スケールキットやってる方が。こうやってペーパーかけて、綺麗にしたいっていうのがずーっとやってんやったら、みたいなところでね、こんなんなってるんですよ、これ。はい。これね。でもね、これはまあ、終わってみんなわかりませんけど、このね、このライジングフリーダムはね、バンダイっていう会社が、まあ、真面目にやな、まあ、不真面目とは言えへんけど、いつもよりもね、ちょっと気持ちが入った、このライジングフリーダムはね、バンダイにしてはね、ちょっと気持ちが入ってる、キットではないかと思いますよ。これはもう、公平に見て。うん。だから、今やったら、まあ、タミヤ、世界で一番高精度なのはタミヤが一番高精度で、まあ、次が長谷川。で、その次に、高精度なキット出してるとしたら、おそらく僕の評価点だけやけど、ファインモールドとかがいいんですけど、バンダイも、この、ライジングフリーダムっていうのをキットは、別に出来上がって綺麗になってたら、こうやってね、ちゃんとしてたら、タミヤのキットと並べても、まあ、タミヤの方がええけどな、やっぱり。ええねんけど、バンダイではよくできたキットになるんじゃないのかなっていうのは予感はありますよ。これ冗談抜きでね。うん。まあ、買ったお店の方が見てるらしいから、ちょっとあんまり悪いことも言えへんっていうのは、まあ、置いといてですけどね。うん。最近のバンダイのプラモデルの中ではね、なかなかええんじゃないっていうところですよ。これは。うん。何回も言ってるけど。うん、ということで、ございます。ただね、評価点から言ったらやっぱりね、定価以上の、突き抜けて定価以上出さなあかんのかって言ったら、もうそんなことないプラモデルやで、やっぱり。っていうとこですか？はい。